それで言うたらもうピエンでしょ、年上でしょ、年下でしょ、てかもうみんな彼女みたいな、もう20またくらいしてるかもしれない。20また本当にそれでしたことない。よかった、もうイメージ通り。せーの、とんかつ。はい、皆さんピエンしてますか。メンヘラ女子の心を癒す恋のホストロジーチャンネル、略してホストロジー。はい、ということで今回も行ってみたいと思います。おー、久しぶり。いや、またや、久しぶり、久しぶり。ということでこちら、じゃじゃん。はい、じゃん。豚汁、今日もトントンしてますか。ドリーム本店の山下トーマです。イエイイエイ、トーマくん、イエイ。ということで、豚汁後で詳しくね。はい、どうもどうも、プリンス東京の大崎つかさです。お願いします。はい、相変わらず2人ともイケメンだな。もうちょっと囲まれて大丈夫、ちょっと変な汁が豚汁だ、豚汁だからね。いい出汁出るね。いい出汁。今回のお悩みはこちら、じゃじゃん。もともとイケメンで、イケメンでマッチョでモテ要素 100% なんですが、唯一の欠点が女遊びが激しいんです。なるほどね。彼氏のことだね、これきっと。彼氏が先日発覚したのですが、ごまたをしてました。キャバクラごまたを。しかも年上、年下、既婚者などなど、女性のバリエーションもバラエティに富んでました。結果、浮気を許してしまったのです。男の子は何またもできちゃうのは何でですか。この手の男性は彼女一つにならないのですか。おー、なるほどね。ごまたってさ、同時にでしょ。何またまでしたことあるの。それで言うたらもうピエンでしょ、年上でしょ、年下でしょ。てかもうみんな彼女みたいな。もう20またくらいして。出会った彼女、あの女性みんな彼女みたいな。ごめん、ちょっと手越とキャラ被るかな。確かに確かに、それは被る被る。つくさくは何またしたんですか。僕はしてない方がいい。結構本当に、結構ガチで言っていいですか。結構ガチで言うと本当にそういうのしたことない。よかった、もうイメージ通り、イメージ通り、イメージ通り。本当に好きになったら一人だけですね。一途です。いいな、もう男の鏡。もうかっこいい。なんかすげえディスられてる。もう一回言って。俺好きになったら、好きになったらずっと一途です。うわ、かっこいい。一般的な男性に聞いたわけは、一人でいるのが寂しいとか、とにかく女にモテたい、自分に自信がないからモテて自信をつけたいとか、いろんな女の子と、まあ、ちょめちょめしたい、彼女も二股している、お金と時間があるから暇でしょうがないから、なるほどね。でもなんでなんだろうね、ごまたすごくない。しかもさ、既婚者、既婚者、既婚者はやばくない。でも人妻ってやっぱ興奮するの。いや、もうエロティックっすね。もうエロティカセブンです。人妻なんか言ってそうじゃん。人妻はお前、人妻言ってそうな。いやいやいや、人妻はさすがに。人妻は言ってそう。ないです、ないです。人妻も癒してそう。人妻はないですね。ないです、ないです。大人の女性ってやっぱ魅力的に感じるんだ。なんか色気がエロ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 。ちなみに葵ちゃんはさ、何またまでしたことある。私に聞くの。私はぶっちゃけ言って、ぶっちゃけ高校生の時に三股。三股、三股。私なんか田舎だったから、とりあえず高校生の時やっぱさ、遊びに行きたいじゃん。まずあかんなね、その車持ってないと田舎だから移動ができないから、とりあえず車を持ってる男の人一人で、アッシー一人、アッシー一人で、ちょっと大高校と近い大学のちょっとかっこいいイケメンの一人暮らしの男一人。そう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 、泊まりに行けるし、勉強教えてくれるし、一人。そしてバイト先に一人。そうそう、これが一番適当な。バイト先はあるほらご飯を持って帰ったりするって聞いてるんですけど、でも大学の一人暮らしのやつが一番イケメンで、なびいてくれたんだけど、私がちょっと一番好きだったのはアッシーだと。じゃあそのなびいてた大学生のその彼が見てる。確かにね。見てると思ってない。見てると思ってない。まあ見てるとして、こっちの方がいい。見てると思って。じゃあ可愛く撮ってね。あの時の反省を。あの時は家にあげてもらったのに、ちょっとその勉強まで教えてくれたのに。利用して本当にごめんなさい。あのね、なんかここのアングル2人で写ってるから、すごい新しい彼氏ができてごめんなさいしてるみたいに見えちゃったね。本当に、まあということで、私の三股の話はいいんだよ。
ということで解決してないよこれ。じゃあ解決どうすればすんのこれ。これ解決できなくない？だって小また何またまでいけますか、うん、もう男は何またでもいけますバレなきゃ。同じ男から言わせてもらえばね、やっぱり、ねうん、同じ時期に何またいけるっていう質問がまず間違ってる。うん、同じ時期に一人だから。かっこいい。え、大丈夫ボケるから。オッケーオッケーオッケー。同じ時期に生玉でいけますか。穴があるだけ入っちゃう。これ本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。ヒール役買ってくれていいですか。本当に本当に本当にごまたっていうか、そのいろんな人と関係を持ちたいんだったら、うん、やっぱ一人に絞らないで付き合わないっていうの、うん、そしたら別に誰も傷つけないから。そうだから結局彼氏はなんか好きかもしんないけれども、いろんな人と遊びたい、それが我慢できないんだったら別れた方がいいです、うん、そうです。男は、いつでな人もいれば何またする人もいます。ということで解決なのかな。これは浮気されたら死ぬわけじゃないから大丈夫よ。俺のとこ来いってて。俺がいつでも相手してるから。おいかっこいい。いつでも来いよ。ありがとうね。ありがとう。ありがとうございます。ごめんなさいね。なんか変な変な言葉ばっか入っちゃって、ごめんなさい。まとまりがある、まとまりがある。うるさい、うるさい。うるさい。やっぱね、うるさい、うるさい言ったらまとまり一つ。